皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、ですね、2個目の動画に続きまして、またもやすっぴんで申し訳ございませんです。はい、ということで9月に入りました。皆さんご機嫌うるわしゅう、うるわしゅうおかしい、ご機嫌いかがでしょうか。最近てかもうここ数ヶ月数年の間に盛り上がり、日本語がもっとなんか余計にたどたどしくなっているんですけど、ですねここなんです、ここからなんです。はい、ということで始まりました、盛り上がりのハロウィンウィーク。久しぶりでございます。多分知ってる人も知らない方もいっぱいいると思うんですけれどもですね、9月に森有は毎年ハロウィンウィークを開催しているんです。で、っていうのはですね、10月31日のハロウィンに備えてみんながメイクをしだす時期っていうのは大体まあ9月だったりとかすると思うんですよ。探し出したりとかする時期が9月だと思うので、まあもうハロウィン早いんですけど、もう約2ヶ月くらい、まあ早くなっちゃうんですけど、ちょっと一足先に私はルンルン気分でグロい気分になっていますのでですね、いろんなメイクをしていきたいなと思います。で、ハロウィンメイクっていうのは週に1回ぐらい、ウィークって言ってるんで、本当はウィークに出さなきゃいけないんだけど、ネタがなさすぎてね、どうしようかなと思っているんですが、今のところ、2つメイクは決まってます。で、メイクって言っても、もともとあるものを使ってだったりとか、本当に一から私が今までやっていたワックスで作るとか、ちょっと難しいメイクだったりとかっていうのは、ハロウィンウィークはちょっと避けて、みんながやりやすいメイクをちょっとやりたいなと思うので、100均でこういうお面見つけましたとか、私が目に留まったものに、ちょっとグロいものをこう足してって、メイクで足してって、グロくして、怖く、もう本当に私の、もう本当にね、もう苦手な方は本当見ないでね、本当に。よく言われるんですけど、アリちゃんの動画見たいのにグロいから見れないとかっていう子もいたので、で今まで私結構最近ファニーな動画しか上げてなかったから、本当にちょっとハロウィンウィークに入っちゃうと、グロいサムネとかがちょっと増えてしまったりとかね、するので、本当にもう苦手な方は本当再生しなくて大丈夫です。本当に。それは先に言っときます。本当にちょっと、どうしてもね、私グロいメイクしかできないんです。なのですっぴんが多いんです。なので、本当に、グロいメイク苦手な方は、サムネだけでもね、ウェーって多分なると思うから、サムネだけは本当に許してください。はい。ということで、ハロウィンウィーク9月に入りましたのでですね、なんかやっぱ日本語かしな、もう入ったので、ハロウィンウィークを開催しようという報告でございました。はい。ということで、今日、森有とフィルタンと佐藤さん、からのお知らせでございました。これ佐藤さんね、この黄色いの、はい、フィルタン、はい。それでは盛り上がりでした。ハロウィンウィーク皆さん楽しみにしててください。グロいの好きな方には楽しみかもしれないです。あとはみんなハロウィンウィークじゃないやつね、カッコハロウィンとかって書くと思うので、グロ注意とか閲覧注意とか多分書くと思うので、それ以外のものはいつもの盛り上がりのファニーな感じので終わってると思いますので、そちらをご覧ください。はい、ということで盛り上がりでした。バイバーイ。ツイッター、インスタのバイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画も楽しみに。チャンネル登録してね。佐藤さん、某企業の佐藤さん。